ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原正史です。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、ウィーンからの頼りということでね、はい、ちょっと久々になりましたかね。はい、はい、していきたいと思います。ということでゲストの方にお越しいただいております、はい、ギタリストの海所美希也さんと岡本拓也さんです。どうぞお越しください、はい。お願いします。はい、実はね、今年の7月にウィーンに行ったんですよ、はい、ね、この後もちょっと何かの時お話ししましたけどね、うん、はい、その目的は拓也くんが留学しているということで、留学が終わるまでに遊び行くからねなんてね、言って、もう6年も経ちまってこれは今行かないと帰ってきちゃうっていうんでね、はい、急遽でもないけど行ってきました。でちょっと、はい、応援団をね何人か募ってね、ね、向こうで、まあ、コンサートもやらせてもらったりとかね、はい、からもう、まあ、いろいろねこれから紹介しますけどウィーンをいろいろ堪能させてもらいました。でその中で、拓也くん の、はい、同級生というね会食にもお会いできて、はい、初めてねお会いしました。でそんな今日はね、はい、わざわざウィーンから来てもらいました。ありがとうございます。はい、はいはい、ということで、うん、まずは1曲お届けしたいと思います。浦安で行われたミニコンサートよりお届けします。テレマン作曲ポーランド組曲より、どうぞ。
作曲ポーランド組曲よりお届けいたしました。さすがにね、細かいところよく息が合っててね、あの いいですね、なかなかね、あのそれでね、ちょっとね、ウィーンのね、彼らの学校を、撮ってきたビデオがあるので、ちょっと見ていただいて、ご覧ください。はい、こんな様子で、実は練習をね、たくや君として、終わってこう出てきて、これが廊下ですよね、教室からね、出てきた廊下で、第二席の廊下です。あ、第二席でしたっけね、あれ西です。あ、西ですで、こうやっぱりさすがに音楽学校らしくね、演奏会のチラシがダーッとこう、このように見えます。たくさん貼ってありますね、新しい校舎ですよね、比較的。なんかね、ウィーンの学校っていうから、実は今年200年なんでしょ。あ、そうです。ね、だからもっと古いの想像したら、近代的なビルでね。なんかここはね、あのパソコンの部屋とかなんか あるんですね。勝手に使えるみたいなんですよ。すごいいいですね。パスワードはいりますけど。あ、なるほど。からこう抜けると中庭、中庭。でもこれ校舎の一部だもんね。そうですね。ね、ずっと。もうウニ、あの大学ができる前はそこの中庭は動物解剖学のための動物たちがいっぱいいたみたいです。解剖されないようにね。はい、で、なんか打楽器の校舎がこう見えますけど、やっぱりね、日本でもね、打楽器の校舎うるさいからね、ちょっと離れてるんだよね。これね、どこも同じみたいですね。はい、なんかね、ここから外へ出て、まあこんなわけですけど、まあ近代的な本当学校でしたね。ちょっと一部しかお見せできませんでしたけど、まあそんな感じでした。はい。あの時は夏休みでしたかね。あの時は夏休みでした。でも結構人がいましたね。そうですね、あの実家に帰らず練習してる人とかもたくさんいて、コンクールがあったりとか、ね、はい、で会食君とはね、そこで会ったんですけど、はい、で会食君とのちょっと写真がちょっとあるので、ね、見ていただきたいです、1枚目がこれですかね。なんか休ませてますけど日本から行ったみんなと、で拓也君も奥から、奥の方に、いて、会食君と僕がちょうど向かい合って、二人の会みたいですね。でもそうね、あのとても静かな青年だなというイメージでしたけど、これはそんなことないっていう声が聞こえました。これはあのその、また違う場所を変えてということでね、いわゆる僕がみんなが行く居酒屋行きたいね、みんなが行くようなとこ行きたいって言って、あのここをしつらえてね、くれたんですね。翌日か中心にあるですね、居酒屋、典型的なウィーン料理が食べられる居酒屋ですね。ね、ちょっとおしゃれに見えますよね。そうです、ちょっとおしゃれでしたよ、なんか様子がね。日本の普通の居酒屋というよりは、先生の要望がおそらくあの綺麗なレストランじゃなくて、ちょっと汚い飲み屋的なものを想像してらっしゃるのかなって思ったんですけど、やっぱウィーン大体綺麗なんですよ。そこのお店の名前がベッテルシュトゥデントって言って、あの実は貧乏学生っていう名前なんですね。名前だけでもと、ウィーンの貧乏ってお金持ちなんだね。クリーズナブルなお店っていうことですね。そうです、でもこれちょうど夏で暑くてね、やっぱりちょっとこう、あのあんまり冷房がないんだよね、あっちはないですね。ないね、だからちょっと風の抜けるところって、ちょっとわがまま言ってね、席を変えてもらったりなんかして、本当日本人はわがままです。これはお店の前、はい、ね、そうで、こういう姿は日本でもどこでも変わらないですよね。みんなでワイワイって、これも11時過ぎてましたっけね。そうだったと思います、そんな感じでね。で会食君とはもうこの日大阪に会えなくなっちゃったのでね。そうですね、あの実は写真この飲み会の3枚しかなかったということなんですけどね。楽しい飲み会、でもとてもあの、楽しくてね、あれでしたね、ね、その浦安のさっき、流れたコンサートにもね、ウィーンに行った人たちがまた来てくれてね、聞きに ね、あのまた再会できてとても良かったですね。はい、どうですか、ウィーンの感想というのは。そうですね、まず住みやすい街だなっていうのと、あとやっぱり音楽の都なので、あの音楽をやってる人に優しい、あの勉強できる環境は本当に世界でもトップクラスだなと思います。
昔ね、噂でね、はい、あの公衆電話でコイン入れるのかな、でなんかある番号を回すと440サイクルの音が聞こえるっていう、で下ろすとコインが戻るっていう、そういうサービスがあるっていう噂を聞いたんだけど、それはウィンだよ、ウィンで本当。あ、でも確かにこう受話器上げただけでってなって、それが440になる、普通になってるけどね、日本でも普通っていうのですかね、あれが440なの。でも確かにラな気がする。意識したことないですね。ピッポッパッポッてこうで、あ、そうなんですか。まあ、今度は帰ったら確認してください。なかなか公衆電話を使わないじゃないですか。あ、今公衆電話がないのか。なかなか、そうか、あるのはあるんですかね。確かにそれはそうでしたね。うん、用もなく気になりますね。会食的にはあのウィーンと大阪、大阪中心なんです、ね、どっち選べって言ったらどっち住みますか。え、これ流れるんですよね。はい大阪には流さないで、そういうところタイマーっていうところなんですけど。なるほど、はい、どちらにもいいところがある素晴らしい、はい、全然イメージ違う感じしますよね、ま、大阪とウィーンと、うん、ウィーンは行ったことないですけど、うん、個人的な感想なんですけども、ウィーンはあの昔のハプスブルク家の首都だということもあって、関西でいうとちょっと京都のような雰囲気があって。あ、なるほどね。で、同じ関西なんですけど、大阪と京都ってすごく違った特色があって、まあ皆さんお分かりだと思いますけど、はい、だからそういう意味でウィーンは京都っぽいイメージですかね。じゃあ両方いいってことですね。両方いい、両方いいってことですね。はい、そういうことです今回のゲストはギタリストの海所美希也さんと岡本拓也さんでした。ありがとうございました。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。再放送が YouTube にアップされております。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください、はい、ホームページにもぜひ来てください。お待ちしております。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。